にちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回はですね、誰もがですね、みんなが知っているアイテムなので、ちょっとね、興味があるかもしれません。ベルトの起源っていうことについてのお話に、短いお話になります。ですね、参考にさせていただいたというか、これを知ったのがっていうんですけどね、83っていうの、これ実はね、1983年なんですよ。すごく古い教科書みたいな本なんですけれどもね、これをね、持っているんですよ。私ね、ほとんど借りたりするんですけど、本とか。でも、なんかこういうアパレル系の基本的なものとか、ちょっとこれ価値あるなとか、なんか出回ってないようなものなのかもねっていうのは持ってるようにしてて、それがね、これ裏地と真地っていう、裏地についてと真地についてを書かれているんだけれども、その中にベルトのことがね、ちょっとね、コラムみたいな感じで書かれていた部分が面白かったので、ご紹介したいと思います。発行っていう感じですね。著者じゃなくて、発行で関西医生活研究会さんの1980年のものですね。なんか昭和57年っていうことなので、それが1983年にあたるみたいで、すごく昔ですね。でもね、こういう昔のことって歴史が書いてあったりするのってね、昔のものでも全然歴史ってもう変わらないじゃないですか、基本的には。まあ新しいことが分かってきた時点で追加されるようなこととか、覆されることはある程度あるかもしれないんですけれども、なんかね、昔のものに結構歴史のもの、そういうのを面白く書かれているのとか結構あるのかなってちょっと思います。それでベルトについてだけにちょっと述べられているので、すごく短いんですけれども、歴史がね、衣服よりね、実はね、前だっていうのがちょっともう大変しょっぱなから驚きますね。で、働き、その狩猟時代なんですよ。遡ることがすごい昔ですよね。人類始まって以来みたいな、なんかね。で、そういう時に狩猟とか生活、狩猟の生活をしていた時代のことで、こう手足を使っていろいろね、仕事をしたり、その動物捕まえて生きていくためのいろいろ生活の必需、ね、最低限のもの、ことをしながら、なんかもう男の人は動物取りに行ったりみたいな感じで、女の人はこちらで何かご飯食べるためのスープを煮込んだりとか、なんかそういう、なんかちょっとイメージするんですけど、その時にですね、いろいろ手足を動かす中で、働きのないのがね、胴の部分だって言うんですね。胴の部分ってね、基本的に動かすことってないじゃないですか。で、そうすると、ここの部分が固定されたこの部分にベルトを締める。ここがちょっと空いてるなってことで、ここにベルトを締めるってことを思いついたと。で、そして最終、ちょうど動いてないわけだから固定されているので、そこにベルトを締めて、採集したものとか、なんか果物を取ってきた、木の実取ってきたっていうのを吊るしたりとか、あと袋をつけて、細かいものだったら袋をつけて入れるっていうこともし始めたそうなんですね。それがね、ベルトの起源なんだっていうことなので、洋服を着ていなくて、なんか裸ん坊で走り回って、なんかマンモスなんか捕らえるみたいな、ちょっとイメージあるんですけど、なんかそういう頃の、本当洋服がまだできてない頃のね、にベルトがもう最初にできているってとこが、洋服より先っていうところですね。そこがちょっと面白いところで、意外なところでしたね。で、腰の部分を覆う服へ発展していくわけですね。これはね、なんかね、よく漫画とかで思い出してもらうと、ベルトから発展して、なんか腰に巻いてますもんね。スカートみたいに、ミニスカートみたいになって。あれだと思うんですよ。ああいう洋服的な感じにベルトが一旦発展したんですね。そして、まあ、大雑把に書かれているのが12世紀、13世紀っていう時には、装飾性がね、ちょっとアップしたみたいで、それに飾りをつけたりとか、天然石をあしらったりとか、なんかですね、今で言うベルトも装飾性あるんだけれども、その当時でも装飾的な感じに一回発展したみたいな感じなんですね。そして14世紀に、ハイウエストになったそうです。なんか下の方でやってたのを、もう少し上の腰、腰ってなんかウエストと腰ってちょっと違って、男の人がよくズボンで履く腰っていうのから、なんか女性で言うと、このベルトするくびれた感じの位置っていうね、ああいう感じにハイウエストになるっていうことで、短刀とか袋類を吊るし始めたのが14世紀。そういうふうに使い勝手のよくちょっと上に来たと。そして近世になると、今度はもうベルトが消滅していった
ベルト的な感じのそういうものは消滅していったんだけど、代わりに装飾っていう形でまた再び昔のその12、3世紀の装飾性と違った形のね、あの今のに近いベルトの形で復活したっていう、そういう、そういう流れがあるということでしたね。で、それがあのちょっと洋服より前なんだっていうところで、結局はあの元々は固定された腰の部分にベルトを締めてなんかあの吊るすとかそういうことをやっていた、かなり重そうですけどね、なんかねそれをずっとぶら下げて歩く、でも手と足があの塞がね、あの塞がってしまっていて、あと残るは胴っていう感じで、もう体全体を使って狩猟を生きるためにね、なんかあの活発にやっていた様子なんですけど、その一つとしてそのね、そういう工夫をしてきたっていうことが起源にあるということでした。ではこれで終わります。ありがとうございました。